岡県のギャラリーのろぺこです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらは福さです。長寺また仏寺用の福さです。蓋の面はシンプルですが、後ろの方に刺繍が入っているのでご紹介をしていきます。使われている素材は松剣の着物地です。このような感じで菊の花を散りばめた絵が墨模様の刺繍です。刺繍面をアップで撮影していきます。角度を変えるとこんな感じで照りがある刺繍です。そして着物の生地グラデーションになっています。広げると蓋の部分とそして刺繍の部分、千円札を重ねてみます。また内側ですが、この硬い芯を入れてくださってます。収納するときはこちらをセットしていただくと型崩れしにくいです。使った後折りたたんでバッグにしまえます。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。You can now order from men overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://men.com/@noropeco